皆さんこんばんは。7月11日ネクスファームがお届けしています早わかり農業ニュース、日本農業新聞さんの記事の抜粋からお伝えします。最初は上ですね、豪雨早期復旧へ対策指示農村。九州北部などを襲った大雨をめぐり、野村農村は11日農林水産関係の被害状況の早期把握と被災した農業関連施設の復旧対策などに省を挙げて取り組むよう指示したとのことです。続きまして真ん中ですね、中国が食料安保法草案、生産重視へ種子確保や耕地保護。中国の内閣府にあたる国務院が立法権を持つ全国人民代表大会常務委員会に養殖安全保障法草案の審議を提案しました。備蓄より農業生産を重視する方向を示し、種子の確保や耕地の保護、食料不足時の訓練などを盛り込んだそうです。家族農業や農協への支援も明記しています。中国は国際情勢が不安定化する中で食料の自給を強化する方針を掲げています。特に農地や種苗を含む技術を重視しています。政府として食料安全保障に特化した法律を新設し、食料確保の責任を明確にする狙いがあるとみられます。草案は11章69条で構成、総則では穀物を基本的に自給するとし、特に米や小麦の主食では完全自給を掲げたとのことです。それでは最後下ですね、豪雨影響で小麦高騰、九州産が中心品薄。さらに九州地方を中心とした大雨の影響で小麦の相場が上がっています。10日主要市場の卸売価格は7月前半では過去5年間の最高値を記録。小麦の産地は九州北部に多く、東京の主要市場では7月前半は福岡大分県産で総量の半分を占めています。10日の日農平均価格は1キロ980円と平年比 26% 高。東京の青果卸は収穫を早めた産地もあり、現時点では品薄が顕著ではないが、先々の品薄を見越して全州から強含みが続くと話しています。福岡県の JA は浸水が続く畑もあり、長引けば一層の出荷減は避けられないと懸念しています。 JA 全農大分は農務店が続き軟弱気味で高温による倒伏が目立つとし、今週の出荷は前週より2割減と見通しています。気温上昇で薬味需要は高いそうで、青果卸は3連休に向けて需要が高まる、豪雨の影響が重なると一層上がる可能性があると見通しています。はい、それではここでネクスファームからのお知らせです。ネクスファームではスマート農業ハウス賃貸募集ということで、このスマート農業ができるハウスを借りてくれる方を募集しています。ハウスの規模なんですが、1棟あたり幅9メーター、長さ54メーター、高さ5メーターとなっていて、総面積約495平方メートル、150坪のハウスとなっています。特徴としては、耐雪体感仕様で ICT システム導入、自動設備制御を行えるということと、換水制御システムによって自動換水が行えるというところが特徴になっています。外側の設備の例としては、こちらの絵にあります通り、換気扇や転送、外部上下側送というのが自動で開閉するのに加えまして、内側については遮光カーテンですとか保温カーテンがついていて自動で開閉を行います。今後ろで閉じようとしているのは遮光カーテンですね。夏の暑い日にはこういったものが閉じて暑さを防ぐということができるという仕組みになっています。このハウスなんですけれども、今なら格安ということで、なんと1棟あたりですね、月額5万円でお貸しします。土地代、建物、システム保守料、電気代、水道代全部込みになっています。入っていないものとしては暖房燃料ですね、灯油代のみ実費精算となりますので、灯油代を使わなければ、この5万円だけでできるというところになっています。ぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。またこのハウスの活用方法なんですが、新規事業の負担軽減ということで、新規収納の際に設備費用をかけずにですね、まずは賃貸で農業をやってみるということだったり、異業種の参入だったり、そういったところで活用できるものとなっています。他にも農業以外としまして、全店舗型のアウトレジャー施設として内部に遊具を設置しての運営でしたり、室内ドッグラン設備のようなものを入れてですね、ペットと過ごす新しいレジャー空間の提供ですとか、
または雨風をしのぐ、資材置き場といったものですとか、そういったものにも使えます。いろんな使い方ができますので、ぜひ、これを機会に借りてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先等は、こちらの下に書いてあります。メールか電話にお願いします。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。